はい、では収録を開始しはい、おま願いす。します。はい、よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと。はい、ミキサーのキャンでーよろす。しくお願いしよろしくお願いしまます。す。今日収録の時点では3月3日のひな祭りでひなす。祭りですね。あっという間にひな祭り。はい。なんだろうな、私、ひな祭りの思い出ってなかなかないんですよね。僕もあんまりないですね。我が家はちょっとそういう年中行事みたいなのをあんまりやらない家だったんで、ああ、前も言ってましたね。はい、僕のせいなんですけど。あれ？僕が生まれる予定日が5月5日だったせいなんですけど、 おお、ほう。まあ実際には5月5日には生まれてないんですよ。はいはいその1はいはい。週間後に生まれたんですけど、誕生日近いってことで子供の日はなかったことにされました。あらー、はい、それはまた。ということで年中行事はやらなくなっちゃいましたね。あ、なるほど、そういうはい、ことなんですね。誕生日ぐらいしか祝ってもらえないと。あらー、それもまた、なんか、かわいそうな。いや、でも楽しかったですけどね。あ、そうなんですはね。い、兄弟も多いんで。あ、なるほど。ん、じゃあ、まだ、いいか。そうですね。私、一人っ子なんで、はい。年中行事って言っても、まあ、私、ひな祭りはなく、子供の日を親にねだって、なんかプレゼントをもらってましたね。子供の日になぜか。子供の日は、そうですね、鯉のぼりとか憧れました憧ね。れですよね。はい。はい、ではその前に、番組の紹介をしまお願いいたす。します。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ゆたしくにげさびら。ということで、はい。キャスの方が、早速来てるので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんわん。こんばんわんわんと来てますね。まんまん、犬。なるたらさん、お疲れ様です。お疲れ様おで疲れす。様です。新あんつばさん、こんばん、あ、こんばんじゃない、こんにちは、こんにちは。ということで、曲に行きたいと思います。はい、お願いいたします。旦那の陸海空さんからのリクエストで、ポケットビスケットでイエローイエローハッピーです。どうぞ。失礼しました。ちょっと途中からかけてしまったので、もう一度 もう一度。お願いいたします。はい。じゃあもう一回、曲紹介からでいいはですい、かね。よろしくお願いします。はい。旦那の陸海空さんからのリクエストで、ポケットビスケッツでイエローイエローハッピーです。どうぞ。頭出ししてたはずが 頭出ししてたはずが、まさかの びっくりみたいな。はちい。ょっと音が大きいね。こっちで書いた方が。ちょっと漏れ音が入りそうですね。ですね。旦那の陸海空って、そうそうそう。今回は旦那の陸海空さんからのリクエストです。なぜかこの曲が聴きたいということで。全くテーマとは関係ないのですが、多分で。多分で。なんで急にこの曲が聴きたいってなったのかな。まあ、理由は聞かなかったんですが。
カープボーイさん、こんばんは。来こんてばんますは。ね。今日寒かったね。鳥肌って書いています。やー、本当寒いですね。本当に。昨日夜から寒かったんで、帰る時もガタガタしああ、夜中ですよね、帰るのって。ました。はい。大変。もう僕が、でも昨日は特に遅かったので、ほはいぼはい朝ではい。した。あら、あらら。ご飯食べたの4時半とかです。なるほど、大変だ。いつまで寒くなるんですかね、また。そうですね。まあ、でもちょっとしばらく続きそうでしたよ。1週え間ぐらいなんか、え、嫌だ。太陽出ると暖かいんですけど、でなんすかよ下がるね。と最低気温が低いみたいなのがでちょっすとよ続いね。てましたああ、嫌だ、嫌だ。布団にくるまって出てこれない。もう3月なんですけど ね。ねえ、本当だよ。本当だよ。ワンちゃんたちも元気ないですよ、今の時期は。あ、でもうちの、預かり猫はすんごいうるさいんですよ。そう、うわーって すんごいうるさいんですよ。僕が飼ってた猫16歳まで生きたんですけど、おお。だからめちゃくちゃ最後の方ははいはいおじいちゃんになってるんで、はい。はい。毛もガッサガサで「ああ」みたいな。でもずっと最後まで甘えん坊でしたね。ああ、やっぱり猫は甘えん坊さんですからはい、ね。登ってくれますね。ぽっちゃん。私の猫はもうゲージから出さないんで、基本。ああ、いいですね。スマホが本当はいいですけどね。基本出さないで。っていうのも、インコ飼ってるんで、はい。インコにちょっかい出されたらとんでもないということで、私の意思で出してません。チャンキーには伝説がありまして。伝説？はい、昔うちの父とかが子供の頃はい家ではいは旧い。館長を飼ってたらしいんですよ。ほう。「アキラ遊ぼう」とかって友達のま言うさこかとをの真似終わっしたてりまとかせしん？て、はい、まだもうちょい大丈夫もうですちょよ。い大丈夫？はい、あと1分ぐらいあります。おお、ちょうどいい。服選びが大変そう。あ、そうだね、確かに。去年の3月福岡行った時は服装選びが大変だったな。確かにそれは言えている。猫と鳥は相性悪い。子供の頃より、なんだ、あ、ひな手乗りの方が確かに。ラントさん、はじめまして、こんばんは。昨日の、ヒーフミズバーでコメントは見てました。はい、じゃあもうちょい行きます。お聞きいただいたのは、ポケットビスケッツで、イエローイエローハッピーでした。はい。では、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、一人でいるとき何してる？です。はい。一人でいるとき。私、一人でいるときは、旦那が大体仕事の時が多いんですね。なので、まあ家事をやって、ドライブに行ってます。おお、あ、いいですね。ドで、ライブ楽しいっすね。そう、長距離ドライブが好きで、はい。一番遠いと、どこまで行ったかな？名護の、はい。ドン・キホーテ、あっちら辺まで行ったりとか、はい。下手すると、一人で八重岳まで行ったりとか。おお、いいですね。
って感じですね。僕も一人で辺戸岬まで行ったことありますよ。辺戸岬まだ行ったことないんですよ。行かない方がいいで す。なんでですか？名護に着くまでも結構時間かかるじゃないですか。あれの倍かかると思った方がいいです。名護からさらに、しかも下道で同じぐらい走らないと、たどり着かないっていうイメージですね。そりゃちょっと時間がかかりすぎて一人では行ける距離ではないな。車もエンジンがめちゃくちゃ熱くなりますいやからね。いやいや、ちょっと休み休みにしないといけないってことですね。はい。ツイキャスの方来てますので、ちょっと紹介をしたいんですが、切れたかも。ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫だ。陸海空さんから来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。高校卒業したら生まれ変われる。なんでよ。ていうか、あなた高校卒業してないよね。言ってないよね。理由は聞かなかったけど。カープボーイさん。昨日、メンソーレさんの落語行ったけど、すごい風だったよ。外、天ブス崩れるんじゃないかなと思うぐらいでしたってことで。おお。昨日風強かったですもんね、そう結ですね、構。結構ありましたね。新あんつばさんから来てますね。ありがとうございます。去年の3月に福岡県に行った時、服選びが大変だったなと来ておりますね。去年の3月ってあったかかったでしたっけ？年の3もう月、覚えがあんまりなあんいっまりてい覚えうてなかいですね。ね。でも、なんか、寒かったり暑かったり。ですね。まあ、今はなんか安定して寒いって感じだからまだいいじゃないですか。でも、暑くなったり寒くなったりっていうのがあったような気もしますね。ですね。なんか3月ってもあったかい時はめちゃくちゃ、もう半袖でも入れるぐらい。でも寒い時はめちゃくちゃ寒いですよそうね。ですね。今日みたいに着込今まな日みいとたいいけに。ないとか。で、ラントさん、こんばんは。はじめましてと来ております。はじめましてですね。昨日のひふみさんのところではコメントちょいちょい見ておりました。私、ツイキャスの方で。新あんつばさん、お風呂行ってきます。はい、いってらっしゃい。お米はできてないけど聞いてますって。いってらっしゃい。いらっしゃい。あんつばさんから、辺戸岬大変よって、辺戸岬から那覇で一人で帰った時死にそうでしたよって来てます。那覇はめちゃくちゃ大変でしたどう、ね。何時間かかるんだろう。僕、沖縄市なんですけど、それでも東海岸から帰るのを諦めました。一回やってみたいんですけど、その日、名護に用があったんですよ。で、名護まで来たから、まあ夕方だし、ちょっと行ってみるかと思って、辺戸まで行ったんです。そしたら着いたらもう真っ暗なんで す。あら、誰も通らないんです。怖い。そんな中、東海岸から帰るので無謀だなと思ったんで、諦めました。なるほど。陸海空さんから、サッチーは宝くじ会に遠出するよねって来てますね。確かに。確かに。宝くじを買いにわざわざ名護まで行きました。京都の道わあ、いいのですね。駅。あそこ当たるって言いますか当たらるっね。て、なんか有名じゃないですか。はい。なので、まあ、てっきり行ったら当たるかなっていう、ちょっと夢を持って、いいですね。向こうに行ったんですけどね。夢大事です。で、同じく陸海空さんから、南部から北部まで人参が安いから買い物行く、ガソリン代考えろ、わらってきてます。確かに、そこまではしない私。めんどくさいから。ということで、メールに行きたいと思います。お願いいたします。こんばんは、はじめまして、味噌煮込みスキーですということで、味噌煮込みスキーさんから来ております。はじめまして、ありがとうございます。一人になったら何する？ですが、私は一人になったらアフタヌーンティーしますよ。気候が良ければベランダでします。気分に合わせて茶葉や茶菓子をも選び楽しみます。冷蔵庫には、まんじゅう、首里まんじゅう、シュフォンケーキ、ジャーマンケーキがストックされてますよ、と来てますね。アフタヌーンティー。いいですすね。ごいな。優雅な。優雅な、優雅な休日。そういう休日を送ってみたい。なんちゃって。僕もアフタヌーンティーとともにハンモックを張って、読書とか
ああ、やっいいてでみたすいですね。ね。いいですね。はい、次のメールいきたいと思います。ラジオネーム、ナルトラさんから来ております。ありがとうございありがとうまございす。ます。3月3日収録分テーマ、外に出るならウォーキングですかね。近所や休みの日なら、北谷、中城の遊歩道など、ゆっくり景色を眺めながら歩くのがいいですよね、と来ておりますね。ウォーキングもいいですね。ウォーキングいいですね。確かに。私、ウォーキング、沖縄市に住んでた時、結構歩いてあっちこっち行ってたんで、それもいいなと思うんですけどね。今も与那原なんで、どこに何があるかも、今更も分かってないっていう感じなんで、もう歩くとしてもキラキラビーチぐらいまで。歩くのはもう月一に懐中電灯を片手に、おい、悪いことしないかって子供たちに声をかけるっていうのをやってますけどね。ああ、怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。もう一通来ておりますので紹介したいと思います。サッチーさん、お久しぶりーふよりボクサーパンツ派の新アンツバです。と来ております。なんでお久しぶりーふよりなんですかね。一人になった時何する？今家ではずっと一人です。夜は YouTube や Amazon ビデオを見ながらメールを作成したりしてますね。土曜日、日曜日は、兼業農業、農家である畑仕事をしてて、サトウキビの収穫も今月で終わりなので、土日は一人で散水ホース20数を、抜き取り作業ですが、誰か一緒にやってくれる人いないかなと思う日々ですと来ております。大変。サトウキビって言ったらもう、今が本当に、旬というか、ですからね。ああ、大変だな、つばさんも。サトウキビ、昨日車走ってたな、早朝。早朝ですか？はい。何時頃？僕4時半にご飯食べたんで、4時15分ぐらいですね。おお、そんな朝早くから稼働してるんだ。お家に向かうときに、あ、サトウキビいっぱい積んでる、と思って帰っ てました。大変。大変だな。陸海空さんからツイキャスの方で、一人になったら、目はテレビ、耳はラジオで、お酒飲んで座ったまんま寝る。ナチコ仲間だなって来てますね。ナチコって私の同じ、ラジオリスナーさんの、ナッティーナチコさんはい。でいるんですけど、その方が仲間だなって言ってることですね。陸海空さんは。ありがたいですね。ありがたいですね。あ仲り間が見つかる。がたい。優勝パーティー組みましょう。いや、大体あれなんですよ。私がもうテレビかラジオを聞いてるときに、旦那の陸海空さんは、お酒を飲みながら座って寝てるっていうのをしょっちゅうやってるんで、私も、隙見計らって喋ってツイッターにあげるんですよ。また寝てるって。だから結構それでね、いいねとか来てる件数の方が多いっていう、最近。いやー、寝るのは楽しいですからね。寝るのは楽しいんですけど、家の中寒いんですよ、意外に。暖房とか入ってないんで。なので、もう、風邪ひくよと。風邪ひくよって言って、布団入ったらって言ったら、いやって言って。なぜか今日昼っていう。もう眠たくてしょうがないんでしょうね。でしょうね。でも、カクって言って、すごいもう、あぐらかいて座って寝てるんですけど、頭本当につくんじゃないかっていうぐらいの角度まで行くんですよ。そうそう、ぐーって言っちゃうんで。おいおいおいって感じなんですけど。いや、お気をつけくださいね。ね、陸海空さん。メールの方に戻りたいと思いおま願いいす。たします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんから来ております。お、気まぐれネームって来てますね。すげえ。ありがとうござあいりがまとうす。ございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。ここんんばんばんは。は。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、一人になった時何をする？はい、ありますよ。ラジオを聞くか、ゲームをするか、どちらか。僕の場合、ミニプロジェクターもあるので、鑑賞会をやろうと思えば、いつでもできますぜ。おお、すごいですね。ゲームは何をするかというと、スーファミとか、
あとは DS だったり、スマホゲームでラブライブの音ゲーとか、それから、休みの日はドライブ、あっちこっち出かけるのも好きです。車の中で熱唱、なんかイベントがあればレッツゴーします。おお、すごいですね。大地マンのいる見学会があれば行きますぜって来てますね。そして、サッチーさん、番組を聞いたりってガッツポーズの、絵文字が来てますね。すごい。プロジェクターがお家にあるってすごいですいいね。ですね、羨ましいです。映画見放題。いや、プロジェクター僕も欲しかったんですよ。はいはい。で、いろいろ調べたらやっぱ結構お高いじゃないですああ、おか。高いですね、確かに。でも、プロジェクター欲しいなって思ったんですけど、はい。僕、それに匹敵する AR ゴーグルっていうものを手に入れたので、ほう。まあ自分で見る分にはこれでいいなということで、今もう満足しちゃいました。あら。私はね、旦那の陸海空の方がよく、なんか最近映画を、なんだったっけ、ネットフィリックスで見るんですよ。はい。私はもうなんか、もうラジオがあればそれでいいって人なんで、なかなか見ないんですけど、よく見てるんで、プロジェクターとかあったら便利ですね、確かに。プロジェクターだと人と一緒に見れるっていうのはありますからね。そうですね。でかいし、画面が。はなんせ。でも、家には入らないい。な。 一番いいのは天井に映せるとかですよ。ああ、そういう手がありましたか。はい、夜寝るときに天井に映して、2人で「ああいいねこの映画」って言って寝落ちするって素敵じゃないですか。なんか、いい感じですね。はい、そういえば、キャンさんの聞いてなかったですね。僕のお一人様エピソード、はい。僕はですねお一人様マスターなんではい。いっぱいありすぎるんですよ。はい、その中の。その中で唯一僕がやってないことですね、はい、何でむししょうろか。いろんなことやってるんですよ。一人はい。映画とか一人食事とかはい。一人ドライブとか何でもやってるんですけど、はい。やってないのは一人カラオケに唯一行ってないです。あれ？意外。意外じゃないです意外。か。私、行きますよ、一人カラオカラオケ。ケ大好きですし、はい。妹はなんなら妹は結構一人カラオケよく行くんですよ。はいはいはい。なんで僕一人カラオケに行かないかっていうと、別に歌なんてどこでも歌えるじゃないっていうスタンスなので。ああ、なるほど。はい。まあ、車の中でも歌おうと思えば歌えま怪すしい。し、まあ、一人カラオケにはなるかなっていう感じですからそうね。ですね。やっぱり人と行くカラオケが楽しいなってことで。ああ、確かに。でも、あれですよ。一人カラオケでも意外と自己満できるんでいいですよ。まあ練習にもなりますからね。うんうんうん。いいとはよく聞くんですけど、まだちょっと行けてないですね。あら。一人ボーリングとかもやっちゃうんですけどね。すごい。一人ボーリングで30ゲームとかやりますよ。待って、30ゲームってちょっと多すぎないっすか？もう筋肉痛で腕が上がらなくなったりしもう4ゲームぐらいで私筋肉痛来てますけど。ま 友達と行った時とか。す。いや、もう楽しいですよ。一人ボーリングか。腕上がらなくなってからが勝負です。力が抜あけるので変な力入らないんで、結構これでスコアが上がってきたりとかするんで、ー。あー、えー、意外。意外な面が。まあ最高で235ぐらいはいったことありおっますね。とっとっとっと、うまいじゃないですか、めちゃくちゃ。いやいやいや、もうまだまだです。先輩たちでかなわなかったんで、250は超えてみたいですね。ではでは、そろそろ時間が来るので、再来週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。来週と再来週のテーマは、卒業です。シーズンですシね。ーズンです。シーはズンい。なので、卒業式のエピソードでもいいですし、はい。何々を卒業しますっていうのでもいいです宣し、言とかですね。宣言でもいいですし、それはもうリスナーさんからのメッセージではい。よろしくお願いします。お待ちしておりおま待ちしております。す。来週と再来週に関しては、来週、2週分収録しますので、はい。まあ、どしどし読めないぐらいのメールの数が来てくれるとありがたいですそね。うですね。とお待いちう、しておりますはよ。い、お待ちしております。ということで、そろそろお時間ですか？はい。あと1分ぐらいです。1 分。ツイキャスの方で、新あんつばさんから、本当は製糖工場が1箇所だけだから、サトウキビ運搬は大変みたいだよって来てますね。ってことはうるま市だけですうるか。ま市だけです、今。ああ、そうなんですね。
そう。前はなんかあちこちあったみたいですけど、はい。今はもううるま市だけみたいですだね。からよく見かけるんだ。そうなんで す。合わせとかよく通るので。そうそうそうそなうるそう。ほど。そうそうなんですなよ。るほど、なるほど、なるほどな。というわけで、じゃあ今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。MC はサッチーと。はい、ミキサーのキャンでした。ではまた来週、さよなありがとうごら。ざいます。お様疲れに。様です。いやー、今日も楽しかったです楽しかっね。たですね。意外な皆さんの一人、お一人様エピソード。家の天井の木目が人に見えて怖いって聞いてますね、陸海空さんから。確かにね、うちの家なんか木目がなんか怪しい感じなんで、こんな感じの天井じゃないですよ。木のやつなんで、なるほど。木目がなんか。やっぱ人に見えたりするって言いますからね。そうそうそう、それでなんですよ。大丈夫ですよ。人に見えたら、ああ、ムンクの叫びみたいな顔してる、ブサイクって笑ったらいいですよ。なるほどね。な失る礼ほな。どね。うんこの叫びみたいって。ちょっとね、私一人ゲストをね、まあ、陸海空さんは、ちょっと誰呼んでるか、呼びかけてるかっていうのは分かるんですけど、はい。一人ね、ちょっと呼びかけてる方がいるので、タイミングが合えば、ちょっとゲストさんに来て来ごてらん。もらおうかなという考えです。まあ、いつになるかは分からないですが。楽しみですね。僕も高校卒業してない。あ、そうなの、あんつぼさん。意外ですね。意僕の外。父も卒業してないらしいですあ、ね。そうなんですか。卒業間近に就職したらしあら。いです。あららららら。だから、生きてたらどんな人物だったんだろうと思いますけど。私はお父さんもお母さんも結構高齢なんで、はい。あれなんですよ、高校、まあ、中学校も行ってないかな。戦後すぐの人なんで、あの時期はそうですよね、結なか構。なか中学校もろくに行けてないとか、小学校もろくに行けてないって方もいるので、まあ、今となったらあれですよね。まあ、中学校は当たり前、もう義務教育なんはい。で。僕の祖父は一応中学校出てるはずなんですけど、はいはい。祖父のお兄さんはすごいんですよ。戦時中で、お。高校卒業します。へえ、すげえ。超絶エリートだったらしいエリート。私のおばさんもそうじゃないかな、多分。です。亡くエなっリーたト。時に市長が来てました。ああ。僕、市長に香典回収しましおお。た。市長が来てる。私のね、亡くなったお父さんの親戚に、元部長長、元なのかな？今どんなだろう？元部長長がいて、なんだろう、法事の時に来てましたね。町長さんが来てるよって言って。いいって。なんか、お偉いさんが結構いて、うちの、お父さん方の親戚は。そうですね。なんか、なんだったかな、龍大の、教授とか学長とかよく分からんけど、なんかいるとかなとか言って。中学の卒業式が参加できる生徒指導室で卒業証書をもらったなって。ダメダメ。それ一番ダメ。では皆さん、また来ま週たも来よろしくお願いしま週。す。